はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、月刊コインについてね、お話をね、ちょっとさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、月刊コインって何なのかというと、もう皆さんね、ご存知の通りだと思いますが、ここの月刊ベストゴールコイン交換所と、月刊 MVP コイン交換所で交換できるコインの、えー、ところですね。はい。あ、コインじゃない。<laughs> えっと、ライト券、あ、ライト券じゃないな。え、コモン券ね、のところですね。はい。 まあ、ここですね。まあ、要は、月間 MVP ね、取った選手の顧問権が、まあ、ゲットできますよという期間にな、あの、区間になってまして、まあ、一回ね、まあ、たい毎月一回補充ですかね。まあ、月間 MVP が出てるうち、ベストゴールが出てるうちは、そのね、新限定として、まあ、新しい月が登場した時にリセットかかってるイメージがありますが、 まあ、これがね、大体まあ、年度末まで続くわけですよ。で、おそらくまあ、例年通りだと2月とか3月ぐらいにこのコインの使用期限が来て、まあ、結局交換しないと没収されちゃうよっていうところまでね、来るんですけれども、まあ、このコインね、の交換について今日はね、お話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、結局ですね、要はですね、まあ、期限が来るんですけれども、まあ、このぐらいにね、話ししておいた方がいいなと思うのは、 まあ、もうシーズン終わりましてですね、月間系のカード、まあ、全てもう出揃ってますと。で、あとベストゴールの11、12月が出てないので、まあ、このベストゴールの方にね、まあ、豊川選手だったりとか、あと中原選手ね、だったりとかが追加されるわけですが、じゃあ結局ね、まあ、その、コイン交換をしたときに、まあ、コイン交換する選手、まあ、そもそも素材、素材を干してないという場合もあるわけですよね。 まあ、特に例えば本体持ってないとかね。まあ、レギュラーカードとかも含めて、そんなになんかめぼしいカード持ってないよねっていうところの、えー、方っていうのは結構いると思うんですよ。で、そうなった時に何を交換するかって迷う,迷うと思うんですよね。で、まあ、この剣ってですね、実はね、結構ね、面白い役割を果たしてまして、これってグレードがね、だいたい70後半から80代とかなんですよ。で、まあ、その、 この顧問券って結構、例えばこの顧問券を、じゃあ例えばまあ、仮にね、水戸選手が今ね、ここにいますけど、水戸選手のじゃあレギュラーとかでもいいし、なんだか月間の券でもいいんですけれども、それにフュージョンした時って結構ね、78とか80台のカードっていうのは、結構ね、金センスとかね、銀センスとか上のね、上位センスね、まあまあつく可能性があるんですよね。なので結構ね、ここで何を交換するかっていうのは大事なんですよ。 ってなった時に、じゃあ誰を交換すべきなのかというところなんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、いろいろあると思うんですよね。例えば、その、自チームの選手がいる場合とか、まあ、もしくは、まあ、その月間系でね、あの、取ったカードがある場合とかね。 まあそういう場合は大体はまあその選手たちを交換すればいいんですけれども、まあそれにすら当てはまらない人たちもいるわけだよね <laughs>。まあ月間経てね、毎、毎年何チームぐらい対象になってんだろうね。結構今回被りも多かったからね。まあ10クラブぐらいあるんですかね。まあざっと数えてね、10ぐらい大体ありそうですけど、まあそのクラブたちがあったとして、まあそれに該当しない人もね、当然いるわけで、でそんなにね、素材集めてる選手もいないんだよなっていう人もいるわけで、ってなった時に、 まあ、誰を交換すべきかというと、まあ、やっぱりですね、まあ、主力級の選手を交換するのが無難っちゃ無難なんですよね。例えば、月間系で言ったら、まあ、この中だとざーっと見たときに、まあ、そうね、月間系の主力ってね、結構難しいんですけど、まあ、例えば河村選手とかね、うん。で、ちょっと僕ね、まあ、ちょっと月間のこのベストの方が余りすぎるんで、ちょっと交換しちゃったんですけど、あと、岩尾選手とかもね、まあ、結構メインどこだったりするので、まあ、そういったところ交換したりとか、 っていうのが個人的にはまあおすすめかなと思うんですよね。はい。なので、まあ、これ月間ベストも、まあ MVP も一緒なんですけど、MVP の方がどっちかというとね、主力級の選手が多いので、まあ特にね、大迫選手なんて3枚ぐらいありますから、本当にめちゃくちゃ交換できるんでね、うん、ある意味ね、ありがたかったりするわけですけど、まああとはね、エリク選手とかファーマ選手とか、ここ結構ね、多分青図とかに絡んでくる選手とか結構いるので、まあ月間系は特にね、 まあ、銘柄級の選手を選んどくのが無難かなと思うんですけれども、まあ、というところでね、まあ、交換先結構迷ってる人いると思うんですよ。で、これ、交換期限が、まあ、大体3月、いや、2月かな。2月ぐらいとかに来ちゃうんじゃないかなと思うんですよ。で、さっき冒頭に言ったんですけれども、毎月1枚とかしか交換できないので、今のうちからね、ある程度交換を始めとかないと、意外とね、交換できなかったりするわけですよ。結構余してる人はね、特にね。 ということで、そろそろね、まあ、この月間 MVP のコインとか、ベストゴールのコインというのを、まあ、しっかりと交換すべきものに交換していくという作業をしないとね、いけない時期になってきましたので、今日はね、このタイミングで取り上げてみました。ま、あ、せっかくなんでね、まあ、ここからいいセンスとか狙う、狙うという意味では、例えば今ね、じゃあ大迫選手とかにね、絞って言うと、大迫選手の本体持ってないんだけれども、今のうちにセンス厳選するとかね、 まあ、例えば今後、青津とか、まあ、トップスコアが出た時とかに、まあ、狙いに行く、まあ、木があるんだったらね、今のうちに、まあ、こういった月間券とかをしっかり交換しておいて、まあ、放分のね、餌を貯めといたりとか、まあ、さっき言った通りね、これから結構いいセンスついたりもするので、まあ、センス厳選にも使えたりするんでね、まあ、そういった意味での役割とかをしっかりと果たせるようにね、 まあ、大迫選手だったら3枚あるんで多分間に合うと思うんですけど、まあ、エリキ選手とかもね、2枚ぐらいあるから間に合うと思うんですけど、まあ、例えば、まあ、そうね、同じ銘柄級出た、まあ、武藤選手とか、まあ、ここら辺も、まあ、交換したいという人ね、いると思うし、まあ、なんなら遺跡とかでね、結構絡んでる選手で、まあ、例えばね、自チームに来る予定の選手が、月回 m ベピ取ってるんですよねっていう人は、そういったカード交換したいとかあるだろうしね、まあ、そういったのも含めてそろそろね、え交換の、 メドをね、立てておいた方がいいんじゃないかなと思いますので、まあよかったらね、参考に、まあ今月ぐらいからね、もうそろそろ交換しとかないと、まあちょっとね、切っ詰まってくるんで、ぜひね、気をつけて、えー、自分の納得いく選手をぜひね、交換して選んでみてください。はい、ということで、まあ月間コインはね、大体毎年同じなんですけど、これね、没収なんだよね。 だから、来シーズンとかの,そのコインの交換の調整とかも、まあ、ワンシーズン経験しておけば、なんとなくね、まあ、わかると思うんですけど、まあ、2月か3月ぐらいにリミットが来るので、まあ、それに応じてね、しっかりとねあの複、あの、複数枚ね、例えば選手欲しい人、 まあ、例えば同じ選手のね、カードが、あの、コイン、あの、MVP のね、この顧問権がずっと欲しいんだったら、やっぱ毎月毎月交換しておかないと間に合わなかったりもするんでね。そこはね、今後、まあ、今年知らなかったっていう人結構いると思いますけどね。まあ、今後、まあ、来シーズン以降とかね。もう同じね、要素になれば、まあ、そういったところもぜひね、気をつけながらしっかりと交換をしてください。で、ちなみにですね、僕は去年とか、結構ついたんだよね。うん。金センスとかも結構つくからね、84以上とかね。 84、じゃじゃん、84付近。まあ、80、多分70から84付近が、まあまあ付きやすいんだろうね。ま、あ多分そういった優遇のね、され方もしてるんで、ぜひ、はい、いいセンス狙ってみてください。まあ、自分が今持ってない選手でもいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、月間 MVP コインについて、まあ、ベストゴールコインについてね、この月間系のコインについての交換先の話をしていきました。まあ、ぜひね、期限がね、来る前に、えー、しっかりという持って交換しておいてください。 では、えー、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここで失礼します。バイバイ。